台風の影響で断水が続いている静岡市清水区では三保と伊原北部ブロックなど2万5000円で午前9時に飲み水としての利用ができるようになりました台風15号の影響で静岡市清水区では区の8割にあたるおよそ6万3000円で断水が起き今も一部の地域で利用できない状態が続いています 市は午前9時から三保と伊原北部ブロックなど合わせて2万5000軒について水質検査で安全性が確認されたことから飲み水として利用できるようになったと発表しました残る富士見ヶ丘ブロックと馬場瀬ブロック団地ブロックについては来月2日に和田島ブロックについては来月5日に復旧する見通しです